回は特に美味しいと言われている潜水艦のカレーの秘密を探るため渦潮に潜入しました。まずは切った野菜を炒めていきます。玉ねぎから炒めます。乗員すべてのカレーとなるとこのぐらい大きなお鍋でないと作れません。お次は人参を炒めた玉ねぎに追加してよく炒めます。次は豚肉。豚肉？ポークカレーなの？いえいえ、理由はちゃんとあるんです。それは後ほど。ここでカレーパウダーを投入。野菜とお肉に風味を染み込ませるんですね。そして次がガラムマサラ。カレーの風味と香りをさらに高めます。何やらスープのようなものを追加しています。これはベジブロスといって、普段捨ててしまう野菜の皮やヘタなどを煮込んで作る出汁のことです。普段捨てられる部分をこんな風に有効活用して作っているんですね。先ほどのベジブロスを具材が浸る程度追加したら再びよく混ぜます。カレーパウダーを追加しクミンを投入したら、残りのベジブロスをすべて移して混ぜます。お次は白ワイン、カレー粉、ウスターソースととんかつソースを加えてさらに混ぜ混ぜ。さらにチャツネを加えたら蓋をして素材のすべてに味を染み込ませるようにじっくりと煮込んでいきます。具材を煮込んでいる間に、こちらでは温まった鍋にバターを入れて、まずはエビを炒めます。エビに火が通ったらイカを加えて混ぜ混ぜ。さらにホタテを追加して混ぜ混ぜ。ワインを投入して混ぜ混ぜ。蓋をして火が通ったらボウルに移し、ここでしばらくお休みです。こちらではジャガイモを揚げています。ジャガイモのホクホクした食感を生かすために素揚げするんだそうですよ。さて、野菜とお肉の鍋を開けてみましょう。わー、しっかり煮込まれていますね。ここでカレールーを投入。このボウルに入っているルーはさっきから別の隊員がずっと混ぜてくれていました。お鍋に入れたらすぐに馴染むようにルーが固まらないようにしてくれていたんですね。鍋に入ったルーを移したら、大きな木べらで鍋の底からしっかりと混ぜていきます。じゃがいもが揚がったようです。串を通して確認してみます。しっかり揚がっています。これだけでも美味しそう。この素揚げしたじゃがいもをカレーに投入、そして混ぜ混ぜ。おや、カレーを別のお鍋に入れて持って行ってしまいました。と、今回はここまで。次回、カレーを別のお鍋に分けた理由が明らかになります。お楽しみに。